ゆっくりしていってね。さて、今回は日韓問題なので私が解説していくわね。なんか巷じゃ平昌オリンピックの話題で盛り上がってるが今回そっちはやらなくていいのか。あのね、今その話題やると例の像についても言及しないといけなくなるでしょ。そっち方面やると本当の意味での韓国の深淵に触れることになるけど、いいの？なんかすごく嫌だ。でしょ？ここはあくまで初心者向けなのよ。あれは本来軽はずみに触れていいものじゃないのよ。そんなわけで本編へ行くわね。ところで、タイトルにもある国民情緒法ってなんだ、どういう法律なのかいまいちピンとこないんだが。まあ、名称が名称だし勘違いするのも仕方がないけど、国民情緒法って法律があるわけじゃないのよ。どういうことだ。法って名称がついているけど、これは法律じゃなくてある種の不文律のことで、韓国では国民の情緒によって法律や憲法、果ては国家間の条約すら軽視されることを、韓国人自身が皮肉ってつけた名称なの。なるほど。ということは、韓国内でも問題になっていて、状況を改善しようって動きがある事柄なんだな。それが違うのよ。どうしてなのかは後で詳しく説明するけどね。まあまずはこちらを見てほしいの。記事では、韓国内ではどんな法律も国民情緒という曖昧で抽象的な概念によって簡単に覆され、国民情緒に合わなければ法的に無罪であっても罰を受け、それを司法が後押しするということが説明されているわね。まあでも法で裁けぬ悪を裁く、みたいなの、韓国に限らず日本でも他の国でもあるし、そういうのとは違うのか。そういう心情的な反応に近いといえば近いんだけど、一時の世論や感情で現実の法を曲げていたら法律自体が成り立たないでしょ。でも韓国の場合、それを世論や政治家、メディアなどの後押しで司法が実行するってこと。例えば津島の仏像盗難事件で、韓国の司法が盗難品を日本に返さない判決をしたりね。要するに、人治主義ってやつか。ちょっと思ったんだが、以前紹介していた協調とか無視みたいに、日本と韓国で情緒の意味が違うってことはないか。厳密に全く同じとは言えないけど、韓国でもほぼ日本と同じで感情とか心理状態のことを表す意味で使われているわよ。例えばこちらの記事とかわかりやすいわね。記事では、いわゆる韓国の YouTuber が自分の子供の前で人形を車で引いて破壊し、子供にショックを与えて泣かせる行為が批判されているのだけど、その中でこの行為を情緒的虐待と表現しているわね。ああ、この事例だと表現は日本とちょっと違うけど確かに情緒を日本とほぼ同じ意味で使っているな。また次のこちらの事例でも、働き口のない若者が韓国で近年増えていることに関連して、若者たちに情緒的支援が必要と書かれているわね。この事例だと、要するに働き口がない若者の心理的なケアが必要であると書かれていて、その流れで情緒的支援となっているから、この事例でも情緒が感情や心理的な作用の意味として認識されていることがわかるわ。ああ、なるほど。両方が少し日本と違うけど、意味としてはほぼ日本と同じってことがわかるな。強いて違いを挙げるなら、両国とも感情の共有の目的でこの単語が使われるけど、日本では情緒ってポジティブな意味でもネガティブな意味でも客観的に状態を伝える意味として使われることが多いけど、韓国では主観的に自身の意思を伝える手段として使われることが多いってことかしらね。まあでもそれは情緒の意味の違いにはならないし、国民情緒法っていうのは要するに法律などを感情的に受け入れられない場合に出てくる反応で、韓国ではそれが実際に法律や憲法に影響を与えるってことなわけだ。まあそういうことね。それでね、さっきマリサは韓国のことを人治国家と表現したけど、韓国ウォッチャーの間では少し表現が違って、韓国のことを上治国家と表現するの。上治国家ってなんだ、人治国家と何が違うんだ。人治国家っていうのは、要するに法より上位に人がいる、いわゆる専制政治を行う独裁国家のことで、こうした国では独裁者や選挙を経ずに独裁している政党、組織などの都合で法がコロコロ変わるわけよね。
でも韓国の場合はそうではなくて、究極のポピュリズムとでも言ったらいいのかしら。政治家や権力者、それプラス世論などの感情で法はそのまま法の判断が覆されるの。それって法律が意味を成していないんじゃないか。そうでもないわよ。国民情緒に反しない限りは法が適用されるわけだから。法律はあるけど、そのさらに上位にその時の感情があると表現すればいいかしらね。そしてここからが重要なのだけど、以前韓国にはウリとナムという概念と、よくチサジという概念があると説明したわよね。ああ、ウリとは私たち、とか我々、よりも自他が曖昧になった概念で、ナムはそれ以外、よくチサジは相手は自分の気持ちを理解しろ、という概念だっけか。それでね、韓国ではこの概念に基づいて、ウリは皆同じ国民情緒を共有しないといけない、ことになっているの。は。だから、韓国では、主観的、絶対的正しさ、に基づいて、ある物事に対して皆が同じ、情緒、の共有をしなければいけない。そうでないものはナムであり、ウリならば同じ気持ちを共有しているはずだ、というある種の同調圧力が働くの。それが、正しい、ことだから。ああ。もしかして、韓国で慰安婦合意は情緒的に受け入れられない、と言ってるのってそういうことか。そういうことよ。慰安婦合意の場合には、序列の上位者たる元慰安婦の言葉と感情が絶対的に正しいって意味ね。そして、皆が同じ正しさ、と感情、を共有しているはずなので、それに反する意見は異端者であり非道徳的な人物であると評価されるわけ。だから多くの韓国人がその正しさ、を支持するってこと。でもさ、誰もが一つの正しさ、なんて支持できるわけがないだろ。十人十色なんて言葉もあるわけだし。だからこそ、以前、奇病、とか、被害者が偉い、で解説したみたいに、徹底した序列社会で、序列の上位者が正しい、というルール、が存在するわけ。逆らえば、以前紹介したパクユハ教授みたいに、司法の力で社会的に破滅するだけよ。そしてむしろ問題は、この、正しさ、が、その時の感情や利害、と密接に関わりすぎているので、外から見た場合矛盾やダブルスタンダードが頻繁に発生していて、非常に不安定に見えることなの。この事例なんてわかりやすいわね。記事では、日本統治時代に独立運動を行った人々の位牌が備えられている独立館という場所が、位牌には埃が積もり装飾は縫い合わせでボロボロになっていて、周辺の排水口にはゴミやタバコの吸い殻が散乱していると書かれているわ。あれ、韓国では独立運動家って英雄のはずだし、そもそも儒教の影響で年長者や祖先は日本以上に尊重されると聞いていたけど、どういうことだ？これが国民情緒の面白いところで、彼らにとって重要なのはその時の感情と利害、なの。だから、現在日本に対して劣等性の指摘ができて即時この優越性を感じることができる事柄には注目するけど、そうじゃないものは名分がどうであれ気に求めないわけ。もしかして、韓国は過去がどうのとか、歴史を忘れた民族に未来はない、とか言ってるけど、実際には現在の利益しか見ていないってことか。この事例からわかるのはそういうことよね。さらに面白いのは、この記事が出てすぐに独立館は整備されたけど、十数年経過した今は整備はされているけど閑散としてほとんど見向きもされていないってことね。韓国の国民情緒って、つまり、その場その場で直接的に自分たちが満足できる事柄、ってことなのか。その通りよ。そしてそれが韓国を、上智国家、と呼ばせているゆえんで、ウリが共有すべき感情、に基づいて法を覆す判断が司法によって行われる。だから感情による統治が行われる国という意味で、上智国家と呼ばれるわけね。今回解説したように、韓国では国民の多数派の感情によって国が運営されているとも表現できるのだけど、理解できたかしら？理解というか、余計に謎が深まったんだが、どんなに序列社会といっても、皆が同じ感情を共有するなんて無理だろ。確かに無理ね。だから前にウリとナムの動画で解説したけど、実際にはそのつもりになっているだけなのよ。なるほどな。もう一つ疑問なのが、最初の中央日報の記事で国民情緒法のことを批判していて、しかもこの名称自体が皮肉を込めた単語、なんだろ。なら韓国内でもこれをおかしいとしているはずなのに、なんで慰安婦合意では国民情緒を前面に出しているんだ。いい質問ね。
問題は、批判している側も情緒に合わない、から批判していることなのよ。本人たちは全く自覚がないけどね。え、どういうことだ？以前韓国の正しさの件で解説したけど、彼らには客観的な視点というものが存在していないでしょ。ということは、判断基準のほぼ全てが主観に依存しているわけだけど、でも彼らはそれが絶対的に正しいことだ、という前提で思考するので、国民情緒法をおかしいと感じていても、そこに客観的な視点はないの。彼らはその前提で一つの正しさを論じるので、仮に自分が批判している国民情緒法そのものの反応をしていたとしても、それは正しいこと、だから問題にならないし、おかしいとも感じないってこと。なんか混乱してきたわけだが、この記事を見てくれる。非常に長い記事なので該当部分だけ抜粋するけど、日本では自分と他人の立場が違うことに緻密にこだわるけど、韓国では正しいことは一つだけで、それをめぐって争っていると書かれているでしょ。正しいことは一つだけの判断が主観によって行われているから、彼らの主観の中では自分の正しさは誰でも受け入れられるはずと考えているわけか。つまり国民情緒法論争は異なる情緒の対立が起きているだけってことか。そういうこと。そしてだからこそ、約束であろうと法律であろうと、自分が正しいと主観で感じたならそれは覆して構わないし、それこそが正しさであると考える。これが集団になったのが国民情緒法であって、国民情緒法を批判している側も何かしらそれで不利益があったから批判しているだけで、本質的な思考部分は同じなのよ。なるほどな。慰安婦合意の場合には、韓国人のほとんどにとって不利益しか感じていないから、情緒的に受け入れられない、が正しい、ことなわけだ。そして韓国ではほぼ全てでこの思考が行われていると考えてもらってよいわ。まあ、実際のところはもう少し複雑なのだけど、それは韓国における約束の概念に関係してくるので、また別の機会に解説するけどね。要するに韓国は感情に基づく自身の利害とその場の勢いで国が運営されている、ってことだな。ある意味そうかもね。そんなわけで今回の本編はこれで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。お疲れ。なんかさ、判断基準が主観のみってだけでここまで考え方が変わるんだなと驚かされたぜ。そもそも正しさの概念そのものが主観依存という時点で噛み合うわけがないんだけどね。ところで、ピョンちゃんの例の像関連で韓国の深淵とか言ってたが、そんなにヤバいものなのか。ヤバいというかね、例の像って非常に韓国的な表現で、韓国を知っている人にとっては、ああ、韓国だしな、で済まされるくらい一般的なものなんだよ。ただし、あの像はその中でもまだおとなしい初心者向き、なんだけどね。え、あれでおとなしいの？衝撃的すぎるぜ。韓国にはもっと露骨、で、下品な表現の造形物や文化がいくつもあるよ。でね、本来の神官ってそういうものや、これまで紹介してきた韓国的価値観も含めて韓国を受け入れ愛せる人のことであって、今神官ですとか自称している人たちって大半は神官でもなんでもないんだ。え、そうなのか。ウプ主はどうなの？私にとって韓国は興味深い観察対象ではあるけど、好きとかそういう感情はないかな。むしろできることなら直接の関わりは避けたいと考えているしね。いろいろと意思疎通に障害があって、しかもそれが克服不能だったりするから。そんなもんなのか。そんなものだよ。そんなわけで今回はここで終わりにするわね。また来週。